尖閣周辺に中国公船13日連続。尖閣諸島、沖縄県石垣市周辺の領海外側にある接続水域で26日、中国海警局の船2隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは13日連続。第11管区海上保安本部、那覇によると、領海に近づかないよう巡視船が警告した。コロナ禍に乗じて、挑発を繰り返す中国、北朝鮮が招く最悪の事態。新型コロナの爆発的流行は第二次大戦以来の危機と言われているが、ある意味、それ以上の危機と言えるかもしれない。この状況下では、各国の軍隊は戦争をすることもままならないからだ。世界一の軍事大国、アメリカでは海軍の艦船で感染者が急増し、初めて死亡者が出たことが公表された。写真、コロナ危機で日本が世界で独り勝ちする時代が来そうなわけ。ところが、この状況につけ込むように、挑発行為を繰り返している国がある。ウイルスの発生源である中国と感染者ゼロの奇跡の国、北朝鮮だ。我々がコロナ渦に目を奪われている間に、アジアの海では異様な緊張感が高まっているという。米軍が頭を悩ます。空母での感染者急増、新型コロナウイルスのオーバーシュート、爆発的患者急増により、4月20日現在で74万人以上の感染者と4万人以上の死者を出した米国は、政治や経済のみならず軍事面においても、その影響が現れてきている。米海軍は4月13日、原子力空母、セオドア・ルーズベルト、CVN-71 の乗組員1人が、新型コロナウイルスにより死亡したと発表した。同空母では、3月にベトナムに寄港して以降、乗組員の間で、新型コロナウイルスの感染が拡大し、これに関わる米軍上層部の対応に危機感を抱いた艦長、ブレット・クロージャー海軍大佐が、この情報を外部に漏らしたとして、4月2日に解任されたことが話題となっていた。米海軍によると、13日までに、この空母乗組員のうち585人の感染者が確認されているとのことである。この他にも、原子力空母、ニミッツ、CVN-68、同、カール・ビンソン、CVN-70、並びに、米海軍横須賀基地に、配備されている、ロナルド・レーガン、CVN-76 などの乗組員からも、感染者が確認されており、米海軍にとって憂慮される事態となっている。なお、今回の乗組員の死亡が、米空母で、初の新型コロナウイルスによる死亡事例となった。米海軍で現在就役している、原子力空母は、最終的な運用試験中である、ジェラルド・フォード、CVN-78 を含めると計11隻であるが、このうち約半数、ロナルド・レーガンを含むは整備中などのため、直ちに作戦行動に対応できる空母は3から4隻程度である。したがって、このうち1隻でも、このような形で不稼働状態となれば、各地域に展開している空母の切り回しが大変厳しくなる。特に東アジアにおいては、中国や北朝鮮などの動向次第では、中東方面などに割り当てた空母の再配置も検討しなければならないだろう。今回のような事例は、原子力空母という米国の象徴的な軍事アセット、資産であり、クロージャー大佐のような艦長が存在していたから、表に出てきた話であって、これはあくまで氷山の一角なのかもしれない。この他の海軍艦艇にも、同様の被害が出る。または出ている可能性は十分にある。なぜならば、被弾した際の浸水を食い止めるために艦内を細分化して密閉空間化している戦闘艦艇やましてや潜水艦などは、一人でも感染者が発生したらクラスター感染者集団を発生させるリスクが極めて高いからだ。これは決して米国に限ったことではない。フランスも原子力空母シャルル・ド・ゴールで乗組員の3分の1に当たる668人が感染したと発表している。
おそらく主要国の海軍はクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスにおけるクラスター発生事案を目の当たりにして以来、乗組員の一人たりとも感染者を出さないよう神経を尖らせていることだろう。米軍の隙を突き活発に動き始めた中国軍、このような状況の中、新型コロナウイルスの発生源でありながら3月以降感染の拡大が収束に向かっている中国は、4月以降南シナ海や台湾周辺において軍事的示威行動を活発化させている。ちなみに中国も3月上旬までは何らかの形で軍事的な面にも影響が及んでいたはずである。ただ一党独裁の全体主義国家であるがゆえに、内部情報を厳しく統制して表に出てこなかっただけの話であろう。そんな中国で武漢を中心にオーバーシュートが発生していた2月上旬9日、中国空軍の大型爆撃機 H-6K4 機が援護戦闘機を伴い、台湾方面に向かって飛来した後、台湾南方の太平洋上から沖縄方面に機首を向けた。これに対して、航空自衛隊のスクランブル機が緊急発進し、当該機の行動の確認と写真撮影を実施した結果、爆撃機の翼下に KD-63ASCM 空対地巡航ミサイルとみられるミサイル2機が搭載されていることを確認した。この飛行経路を見ると、搭載している巡航ミサイルの射程圏内まで機首を沖縄方面に向けていることから、これは沖縄本土に対する模擬攻撃のミッション、作戦任務と考えられ、我が国や在日米軍に対する挑発行為と捉えるべき軍事行動であった。つまり、中国は自国が非常事態で、自らの安全保障にも影響が及びつつある懸念を相手に悟られないよう、あえてこのような挑発行動を行うことで我々を牽制しようとしたものと考えられる。その後、中国国内で感染が収束に向かい始めた3月中旬、17日から18日、ミサイル駆逐艦、ルーヤン3をはじめとする戦闘艦艇3隻と補給艦1隻が台湾海峡を南下して西太平洋へ進出し、沖縄、宮古島間の海峡を北上して東、シナ海方面へ向かった。これに合わせるように中国海軍または空軍の爆撃機とこの援護戦闘機なども台湾海峡を飛行した。これはちょうど米国で感染者が急増し始めた時期であり、18日の記者会見でトランプ大統領が、これは戦争だ、私は戦時下の大統領だとみなしていると述べた時でもあった。4月3日には中国海警局の艦船が西沙、英語名パラセル諸島付近でベトナム漁船に追突して、これを沈没させた。4月6日には中国が南シナ海で調査基地と称する拠点に特殊軍用機を着陸させたと米国務省が発表するとともに、同省のモーガン・ウォータガス報道官が中国に対し、パンデミックと戦う国際社会を引き続き支援することに注力し、外国の混乱や弱みを利用して南シナ海での違法な領有権の主張をしないよう求めるとの声明を発表した。加えて4月8日には中国海警局の艦船4隻が尖閣諸島の我が国領海に侵入した。これらは米国各地でオーバーシュートが発生し、ニューヨークなど主要都市を中心にあまりの急激な感染者の増加ぶりに手がつけられないような状態となっていた時期である。そして4月10日、中国海軍のクズネツォフ級空母、遼寧、ミサイル駆逐艦、ルーヤン32隻、フリーゲート艦、ジャンカイニ2隻、並びに、冬級高速戦闘支援艦1隻からなる6隻の空母艦艇群、グループが、黄海から南下し、沖縄、宮古島間を通境して、西太平洋へ進出した。この際、海上自衛隊が撮影した写真から、空母の甲板に戦闘機、J-15 3機及び、ヘリ、対戦または、救難用3機の搭載が確認された。空母、遼寧の艦艇群が西太平洋へ進出したのは2016年12月以来、昨年6月に引き続き4回目である。今回も昨年と同様に
艦艇群はすべて空母、遼寧が配備されている北海艦隊所属艦で構成されていた。空母、遼寧艦艇群のこれまでの活動などについては、昨年7月12日の接攻、中国の空母、遼寧が日本近海通過、その事実が暗示する恐ろしい未来に記したのでそちらをご覧いただきたい。なお、これらの空母艦艇群が西太平洋へ進出した4月10日付の中国共産党機関紙、人民日報系環球時報は、ウイルス感染によって米海軍の全世界への展開能力はすでに深刻な打撃を受け、東シナ海、台湾海峡、南シナ海で米軍は対処困難になっているという軍事専門家の分析を伝えていた。新型コロナウイルスの拡大を阻止した北朝鮮は現在まで公式には新型コロナウイルスの感染者はゼロだと言い張っている。発生源の中国と隣接する国家でありながら、このようなありえない数値を喧伝するのは極端な独裁体制と国連安保理決議に基づく経済制裁などで社会的にも経済的にも人民が疲弊している現状において感染症の拡大という社会不安と安全保障上のダメージによる国内の混乱が金正恩体制を揺るがしかねないと危惧して厳格な情報統制を敷いていることの証左でもある。実際のところ北朝鮮でどれほどこのウイルスの感染が影響しているかは不明ながら、3月に入って2日、9日、21日、および29日と、昨年と同等の短距離弾道ミサイルや超大型ロケット弾などを日本海に発射したほか、4月の14日には航空機と地上から短距離巡航ミサイルと推定される飛翔体を発射している。これらの多くの場面で、金正恩委員長は現地指導しており、14日の発射の直前には、この訓練に関わったと思われる空軍部隊も視察した。一方、4月に入って政治活動も活発に行われており、11日には朝鮮労働党政治局会議が開かれ、金正恩委員長が出席したのに続き、翌12日には最高人民会議も開催された。このような一連の金正恩の活動は、新型コロナウイルスの影響で3月に行われる予定であった米韓合同軍事演習が中止された一方で、北朝鮮には何の影響もなく、軍事的にも政治的にも国内が安定して着実に前進しているということを体現することで、北朝鮮には新型コロナウイルスの影響が全くないということを内外に誇示する意図があったものと思われる。確かに北朝鮮のような内部統制の厳しい独裁国家では人民の行動を強制的に制御して感染の拡大を抑制しやすいという側面もあるのかもしれない。だがそれだけではない。北朝鮮は内部情報を統制して都合の悪い事実を隠蔽するという中国指導部の内情を熟知しているがゆえに、武漢における感染の拡大を察知すると同時に、どこよりも早く中国人の入国を禁止して、新型コロナウイルスの侵入を阻止しようとした。実際のところゼロではないにしても、かなり感染者の拡大は抑え込んでいるのだろう。今後、感染の収束に確信が持てたならば、感染者がいることを公表して、中国などから支援を得ようとするかもしれない。テオイノシシを挑発するぐ。現在の米国は、トランプ大統領が言う通り、第二次世界大戦以来の戦時状態に匹敵する事態であると言えよう。しかも、9.11 のような単発的なテロ攻撃とは異なり、社会的にも経済的にも被害は大規模で、あらゆる面において、先の見えない深刻な国家の危機を迎えている。これは、欧州の主要国など感染が拡大し続けている、国家すべてにおいても言えることである。まさに、このような時期に地域における、米国の軍事プレゼンス、存在感が低減している間隙を狙って、挑発行為を行うことが、いかなる結果をもたらすのか。習近平国家主席は、その危険性を理解していないのだろうか。それとも、人民解放軍への指揮統制が及ばず、このような行動を制御しきれていないのであろうか。今、
米国はトランプ大統領らがそう呼称するところの武漢一部には中国ウイルスという敵と戦っているのである。このような時期を狙って後ろから弾を撃つような真似をする相手はこの敵武漢ウイルスの味方という位置づけになる。